で、キントでプリウスで見積もりを作っていきましょう。はい。で、キントだったらば23年1月から販売した分ですね。グレードいろいろ選べますね。プリウスの U グレード、U グレードモデリスタ仕様、ちょっとおしゃれにしたバージョン。かっこよくしても下は擦りやすくなるかもしれません。下とか擦っちゃうと返すときにお金を払わなきゃいけなくなっちゃうかもしれないので、まあノーマルがいいかなと私は思ってます。1800、1800、こっちが2000、2000です。月々は高くなると思います。あとは解約金フリープラン、初期費用フリープラン、解約金フリープランというのはいつでもやめれる。あ、3年契約、5年契約だけど途中でやめちゃうことができる。本来はダメなんですけど、そういうのができるんです、そのパックに入れば、パックに入れば。でも解約金フリープランにしてしまうと、ちょっと最初にお金、頭金みたいなものをもらわなければいけないので、ちょっと割高になっちゃうかな。その代わり途中で解約ができるっていう意味ではいいかもしれない。でも奈々さんが3年は3年で乗り切る、5年は5年で乗り切るというのであれば、解約金フリープランにする必要は僕はないと思います。ないますね。で、初期費用フリープランというのが普通バージョンです。一旦これで作ってみましょうか。ちなみに、はい、均等で入ってて、はい、じゃあこの車好きになりましたので自分のものにしたいですってダメですか？お金出すから買わしてくださいっていうのはできないです。あ、できない、はい、3年後は必ず返す、5年後は必ず返す、必ず返す、必ず返す。まあ7年だったら7年必ず返す、はい、必ず返す。自分のものはいつまで経ってもなりません。なお金出しますのでっていう、なしで考えましょうか。じゃあなしで考えるので2年かかりますもんね、プリウス。これはもう絶対に均等にしない限りは、プリウスっていう車は2年待たないと乗れないんです。乗れないんですね、はい、どうする。今のこのモデルだけですかね、プリウスです、はい、プリウスはこのモデルだけです。他の例えば今遊ぶ展示されてあのモデルとかは、あれは古いモデルですね。一個古いモデルで大きさがちょっと変わりましたね。あれはもう売ってないですよ。もう売ってない、はい、中古車でしか売ってないバージョンですね。困ったね。じゃあプリウス以外は早く納車できる車今あります？早く納車っていうのが条件だったらば、プリウス以外、例えばどのぐらい待て、2年は待てないにしても、そうですね、9ヶ月とか 1年以内の、はい、見てみましょうか。はい、いろいろ中古車も見たんですけど、まあ、絶対新車、まあ、中古車高く買うよりは新車買おうかなっていう話。中古車特に高いです、はい、じゃあこれが納期ガイドです。ちょっと見ていきましょうね。ヤリス、ちっちゃい車です。いや、今自分が乗ってる、まあ、大体10月末までには届くかなと。これに乗ってるプラス1ヶ月を見ときましょう。ヤリス、アクア、10月末。ああ、アクアもいい車よ。いや、全然悪くないですよ、うんうん、で、CHR 完売、まあ、ここら辺は会社用の車なのであんまりおすすめはしてないです。カローラアクシオフィールド、シエンタ、これがあっち、シエンタハイブリッドで11月ぐらいでしょうね。あとは2ページ目、プリウスはやっぱり2年ぐらい、カローラ、12月、うん、来年1月ぐらい、まあ、1年はかからない。カローラツーリング前乗りましたね。カローラツーリング乗ってもらいましたね、うん、乗りましたね。あれがもう12月ぐらいになってます。あ、もう今買っても12月ぐらいです、カローラクロス完売中、ガソリン車は何台かだけあります。ハリア、来年2月、10ヶ月待ちぐらいです。ラブ4完売、まあ、ノアボクシーとかはちょっと違いますよね。あとは次のページ、ここで一旦俺話してもいい？アクアどうですかね。アクアあっちありますもんね。はい、あれですよ、アクアあれですよ、あれあれ、よく売れてる車です。よく売れてる車、僕10ヶ月ぐらい、ハイブリッドもあります。アクアももちろんハイブリッドありますよね。アクアはハイブリッドだけです、ね、アクアハイブリッドだけ、はい、あとはルーミー、飾ってないですね。ルーミーパッソ、一番安い車です。ちょっと違うかもしれないですね、ルーミーパッソ。ラインナップでいくと、そうですね、あ、ライズ、ガソリン車だと11月12月ぐらい、これですね。あとは、ハイブリッドが2月ぐらい、
っていうのがちょっと少ないけれどもラインアップです。もともと総合パーク。いただきましたけど、はい、すごく人気は高いですよ。ちょっと納期やっぱりかかるけれども、プリウスほどじゃないです。プリウスが何せ今一番かかってるんです。なのでプリウス買うんだったらば、セットで中古車も買った方がいいかもしれないし、プリウス買うならば、キントがいいかもしれません。うん、そうですね。あとは、ラインナップですね。売ってないのもありますけどね。まあ今で言うとライジ、プリウスはキントでするか、キントでするか、アクア、ヤリス、ルーミーってこういう車ですけどちょっと違いますかね。あとはシエント、ちょっと違います。シエントどうですか。あっちの車ですけど、あまりお好きじゃない。ちょっと違いますよね。まあノアとかボクシーはねちょっと大きいから違いますよね。アルファードもう今売ってないので。あとはツーリング、ツーリング、カロラツーリング、ツーリングどうですか。これですね、この赤い車、これは非常に人気高いです。あまりお好きじゃない。やっぱりプリウスに目がいってるからじゃない。プリウスがいいですね。プリウスだったら、まあ僕もねこのラインナップ見る限りはプリウスが一番いいと思うんですよ。確かにプリウスは一番いい車です。この中で見てもプリウスが一番いい車です、うん、でもプリウスより大きくないけど、でもプリウスと近いですよね。アクアはアクアは 1500cc でちっちゃくはなりますね、うん、プリウスよりも価格はだいぶ安いです。価格は全然違います。僕やったら、ね、アクアの方を選ぶんですよ。アクアはどうですか。 1500cc、 とにかく燃費が一番いいですね、うん、燃費いい。燃費はズバ抜けていい。プリウスと負けない。僕はもう燃費重視で行くならばこれが一番おすすめ、うん、もうあんまりガソリンにしてさん行かなくていいよ。これ一回やったら燃費がいいです、うん、そこはプリウスよりも強いところ。プリウスよりもいいところで言えば小回りが効くのと安くて燃費がいいのはこっちです。スタイルはもちろんプリウスの方が好きかもしれないですけどね。あと中が広いのももちろんプリウスです。年間でかかってくる自動車税は5000円ぐらいですね。プリウスの方が高いです、うん、でもそれぐらい。でもアクはね一回ガソリン車ステーション行ったらもう、ね、もう1ヶ月ほぼ行かなくていいよ。会社と家だけだったら若い方も結構乗っていただいてますよ、うん、ただまあ納期はやっぱりかかります。そこはもう、まあ、8ヶ月ぐらい、うん、あまあ9ヶ月ぐらいか。クアは10月ぐらいですね。10月ぐらい。だから早い方なんです、アクアって、うん、他の車に比べると。10月ってもう今4月だから、はい、半年ですよね。半年です、もう早いよね、10月って。決して遅くはない、うん、例えば今値引きない状態でも37,600円月々です。ボーナスは10万しか落ちません。頭金なしで、はい、頭金ゼロで計算しています、うん、残価設定型の車両です。5年後に62万4000円、残るような計算です。なので5年後に62万4000円を再分割することも可能です。もう1回24回で分けて払う、62万4000円を一括で払うことも可能です。それは5年後に選ぶことができるっていう残価設定型をお支払いします。こうすると月々はだいぶ安く買えるんじゃないかなと思います。あのアクアあれ自動ブレーキシステムとか全部入ってる。それでもつけました、うん、はい、つけてこの価格です。ガゾレーシングね、 GR です。ガゾレーシングでした。GR で使ってもいいですよ。
GR は、まあ、乗り心地というかもう外観がかっこいいっていうバージョン、ね、うん、そうそうですね、見た目がかっこいいだけですよね、もうちょっと安くて中がしっかりしたバージョンが Z です。だから皆さんあんまり外観気にしない方がアクアだったら多いので Z を選ぶ方が多いかなっていうところでしょうか。これアクアの興味上、興味、まあ、そもそもねアクアがそんなに好きじゃないかもしれないですけどね、うん、まあ、アクアっていうワードが出たんで一応、ね、アクアだったらこれぐらいだよぐらいな